こんにちは、黒田和之です。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、ブルージャイアントを楽しむのやつの第5回目かな。そうですね。5回目で、うん。で、このままだと名シーンが全然出てこないということで、今日は3人が、今日は初めて、はい。近藤幸君です。と言います。よろしくお願いします。はい、ピアニストです。で、いつものちくちゃん。はい。竹中英子さん、ちくちゃんと、黒田和之の3人で。ちょうどこのメンバーだと、このスタイルが、うん、あの、ブルージャイアントのベース向きのジャズバンドがちょうどいいから、今後これもやっていこうかなと思いながら、はい、行きたいと思います。で、そこの雲もブルージャイアントも持ってて。はい。もう全巻持ってますからね、本で。はい。で、まあ、ブルージャイアントファンということでやっていきたいと思いますが、今日はだから3人が1個ずつ名シーンを選んでいこうかって話で、まあ、パッとインスピレーションで選んでもらった名シーンを1つずつ紹介していこうかなと思います。はい。それではまず最初にちびちゃんが選んだ名シーンですが、即答で出てきた。はい、そう、即答で言いました。はい、ちょうど1巻の5話、ちょうど本当順当でいくとそこでやろうと思って。あ、そうですね。次はこの回かなっていうところでしたけど。はい、友人の三明君っていう子がいて、うん。引っ越しちゃうんですよね。引っ越して三明君。で、ボーリング行って。しかも急遽ですよね、あれ。そう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 、突然お父さんの仕事の都合で、いろいろこう夢を語ったりしていたけど、そうそうそう、突然、引っ越さなければいけなくなって、突然のお別れでしたよね。うん。その時に、まあ、ボーリング一緒に行って、で、餃子食べて、餃子食べた。え、仙台餃子が有名なの？ね。知ってる方いますか？ね。教えてください。教えてください。食べたい。カラオケ行って、カラオケのところで、ジャズは感情の音楽なんだ。嬉しくても悲しくても、どんな気持ちも込められるんだよって言って、吹いてあげるんだね、カラオケの。そうですね。なんか、ね、私は勝手にこう、バラードかなとか、うん、こうコルトレーンみたいな、この熱い感じの、バーッと吹くバラードかなと思ったんですけど、うん。うん、それをこう、イメージして、私も一緒に感動した。ちょっとイメージ吹いてみるか。一人で。一人で吹くのになる。そうですね。バラードで感情込めて。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。マイワンでしたね。マイワンでした。ちくちゃん、ちくちゃん的にはこれを吹かれたら泣けるということ。いや、そんなことないかもしれないけど。そんなことない。そんなことないかもしれないけど。今パッと思いついたのは、ね。思いついた。はい。ということで、ちくちゃんの名シーンでした。出ました。じゃあ、近藤くんの名シーンが。はい。お兄ちゃんがですね、一人でお店に、楽器店に行って、ダイブのために、サックスを買いに行くシーンです。ね。買いに行くとこだよね。仙台楽器だっけ。仙台楽器。これも仙台餃子に仙台楽器。すごいね。仙台押し押しだね。2巻の16話、ちょっと先進みましたね。そうですね。お兄ちゃんの、正幸君が18歳で初任給でセルマーを50、その、お店に行って、平均が20から30万っていうと、うん、テナーだと大体、まあ、ヤマハの初級者用の、はい、感じで学生モデルという感じですよね。今だと高いのだと60万から70万がセルマン。はい、セルマン。うん、多分セルマンが一番高くて、うん、6、70万ですね。うん。次が。定価が。大体そんなってやん。柳沢とか。柳沢は、うん、その下ぐらいで、50万円ぐらい。までのものがありますね。40、50万円。うん。山原と20万ぐらいからあって、高いのは高いんだ。そう、でも高いのは5、60万もあったと思います。うん。で、この当時だから、51万6000円。
で、36回ローンを組んで、お兄ちゃん一番やっぱり高いのっていう。そうみたいですね。ね。この、なんだろう、この51万っていうのを聞くと、うん、この作者の人がサックスを吹いてる方なんですよね。多分。という噂があるんですけど、その作者が学生だった時にこれぐらいの値段だったと思うんですね、シェルマン。ちょうど、はい。で、36回ローンで。その時の価格かな。こんな弟のために、はい。18歳ですよ。ね、しかも自分の仕事とか全く関係なくでしょ？はい。なかなかできないよね。できないですよね。ね、きっと初任給だって10万円台が普通だと思うんですよ ね、18歳だったら。ね。で、まあ、1万2000円か3000円ぐらいずっとね、払い続けるからね。払い続けるんですね。お兄ちゃん一人暮らしじゃなかったですか？家は出てますよね。出てるんだっけ？出てたと思います。そうだそうだ。自立してるから生活結構大変だと思うんですよね。ねえ、すごいお兄ちゃんだよね。すごい、本当にすごいですね。そんなの、したことないな、そんな金額。しかも大君には金額とか伝えてなかったと思います。そうそうそう、これ高いのってね、うん、これ高い、やっぱり高いやつなんですか、うん、っていうぐらいだから。そう。すごいよね。さりげなく。親が買うっていうと結構わかるんだけど、うんうん、まあでも、お母さんが亡くなってるっていう、多分その設定だから、うん、お母さん代わりみたいなとこもあって、うんうんうん、まあ、こういうとこもな、この漫画泣けるところですね。そうですね。はい、近藤くんの、近藤くんの、はい、選んだ名シーンでございました。はい。僕が選んだシーンはですね、僕ドラマーじゃないですか、うるさいってめっちゃ言われるんですよ。で、僕はもう若い時から。ロック上がりだから。ロック上がりだから、うるさいドラムって言われるのは、まあもう、1万回ぐらいは言われたんじゃないかな。つい数年前も、怒鳴られたことあるよ。お前これうるせえんだよって客に言われてる、お客さんに言われた、言われた。そう。結構ね。そう、もう、だって十分コントロールしてると思う。まあでもね、楽しかったからちょっと。はい。まあ、お店がちっちゃかったからね。だから、聞く場所によっては、うん、まあね。で、僕のファンの人は、全然むしろちっちゃめぐらいだったって言ってたんだけど、うんうん、まあ、普段多分、ドラムレスのことを見てる人が多くて、歌聞きに来たっていうから。はいはい。歌の人だとね。そう。このシーンと全く合うでしょ。合う。ね。合うところが、合うシーンがありましたね。一巻の8話で、お店のマスター、っていうかお店のマスターに掛け合って楽器店の人が紹介してくれて、そうですね、そう、大人の計らいで、うん、若者でこう頑張ってるやついるから、うん、ちょっとステージ上げてくれよみたいな感じで、ね、しかも選曲がイパネマなんだよね爽やかなちょっとイパネマちょっとホームフリーしてるくんだよね、全部出し切らなきゃいけない。セリフを見ただけで。そう、全部出し切らない。いや、この曲でみたいなところを。これを全力でやるとどんな感じになるかをちょっとやってみたら、アドリブで。じゃあ4小節イントロで。ワン、ツー、スリー。5倍ぐらいあったの。絶対そうですね。やってる内容こういう感じで。すごいですね。立ってるしね。すごいですよね。うん、裏はでかいわ。で、歌はもっとすごい爽やかに歌う曲なのに。そう、さっきのようなメロディーで。そうなのね。だからそういう意味では、そりゃ怒られるわ。はい。ドラムとか管楽器って、音でっかい方が気持ちいいじゃん。
そう、やってる方はやっぱり全力でわーって行きたい時ありますもん。音がかっこよくなるんですよ、音量でかいと、うん、ドラムって音ちっちゃいとしょぼくなるんで、うん、で上手くなってくるとちっちゃくてもシャープな音出せるんだけど、うん、やっぱり最初に音量を落とさない方がよくて、そうですね、うん、それはレッスンしててもそういう話したりしますもんね。そう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 、だからどういう風にしたらいいか、僕は もっと全力で叩いてみたいな、うん、全力ができない人はやっぱり小さい音コントロールできないんですよ。そうなんだよね、うん、そう思います。昔あのこれも他にも他の動画でも話したんだけど、東田ラリキアさんってでっかいドラムのね、音量でかい、大尊敬、はいはい、大好きなドラマなんですけど、かっこいいです。彼がの弟子の水田仁さんっていう人が叩いてて、その人すっごいシャープでかっこいいドラム ですんごい音量ちっちゃくて、ね、見習いによく大阪に行って見に行ってたんで、こっそりね、後で嘘って言われたけど、水田さんに見てきてたのって言われたけど、水田さん見に行ってて、でそしたら水田さんはその力也さんの弟子さんで、で力也さんが見に来てて、その、うん、うわ力也さんがいると思って、力也さんがその後ポンって行って、ジンめっちゃええねんけどな、音量がなピアノの音とか聞こえてるよ、あの聞こえたらあかん、ドラムが消される、ピアノ消される、あんなん聞こえたらあかんって言ってた、あんなん聞こえたらあかんってどういう教えよっていうか、まあ、わざと言ってんだけど、うん、とか思いながらっていう話ですね。だからまあこういう感じで、うんうん、なのででもね、結構3巻の25話でこの仙台を離れる前に最後に自分たちのバンドで演奏するのに、そのおじさんに見に来てほしいって言って店主に頼んで来てもらって、おじさんにこう最後にどうしても弾いてほしかったって言って、でまあ一応チェロキーって曲やるから、まあチェロキーだったらまあまあ結構激しくてもいい曲だから、そうですよね、そうです、それを聞いた時にこう音がつながるっていうことは話して、で終わった時におじさんが最後にギャフンって言ったんだよヤフンって言ってやったって言って帰っていくっていうところが、うんうん、だからみんなあったかくていいよなみたいな感じで、うん、いいお話だなというふうに思ったところですね。なのでドラムはね、音がうるさくなりがちなんで、すごくこうよくわかるこうクレッシェンドって本当はどういう、本当のクレッシェンドの意味は何かって言われて、うん、その冗談でね、うんうん、お前は音がでかすぎてもう大きくできないでしょっていう意味なんだって音がクレッシェンドって書いてあった時に、もうお前音でかいから ここで音量が上げれないでしょ、ダメでしょっていう意味の記号だと、あ、そうなんですか、違う違う冗談だいや、クレッシェンドって音量をだんだん上げるだけど、はい、ドラムの人って最初から音量がでかいから、そうするとクレッシェンドが途中で書いてあっても、もうあんたマックスだから上げれないでしょっていう冗談のネタがあるぐらい、それぐらいはドラムある、ね、出演者みんなまっすぐなキャラクターが多くて素敵な漫画ですよねっていうことでですね、でせっかく話の途中でイパネマが出てきたんで、はい、イパネマを、まあ、普通にだからその第5みたいにじゃなくて、ね、普通爽やかな感じでちょっと短めで演奏しようかなと思います、はい、だから、ワンコーラスピアノが AA やってサビ戻り、うん、だからなんかメロディーも並行しながらな感じで、あ、分かりました、
ではまた失礼します。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。